どうもガシです。ということで今回は薄毛の予防対策について話していきたいと思います。はい、40代50代男性の皆様、私薄毛なんですよとか、薄毛になりたくないですよとか必ず見てください。日常生活今すぐ始められる予防対策を言います。論があります。1つ目ストレス対策、2つ目健康的な食生活、3つ目頭皮ケア、4つ目運動、5つ目シャンプーのしすぎ NG、 6つ目遺伝は仕方ありませんということで解説していきます。1つ目、ストレス管理ということで、ストレス、前回の薄毛の原因の動画でも言ったんですけど、ストレスっていうのは薄毛の原因の一つです。なので、ストレスを軽減するためのことをしましょう。まずは趣味を持つとか、適切な運動をするとか、あとは、リラックスする時間ですね。温泉に行ったりサウナ行ったり読書したりという自分の趣味の時間とか、そういう時間を増やしてください。次2つ目、食生活です。これめちゃくちゃ大事です。食生活が全てなんですよ。食べたもので私たちできてるんで食生活が全て。はい、1つ目、バランスの取れた食事を心がけ、栄養豊富な食材を摂取することが必要です。特に鉄分やビタミン類、タンパク質が髪の成長に重要な役割を果たします。はい、タンパク質が一番わかりやすいですね。人が取れるといったら、なんか鉄分とかビタミン類っていうのはなんかサプリとか、あと調べないといけないじゃないですか。鉄分を多く食物とか、ビタミン類を多く含む植物とかね、ググらないといけないんですけど、でもタンパク質はわかりますよね。もう魚食べたり、卵食べたり、豆、豆腐食べたりいいだけ。まずはタンパク質の量を増やしてください。あなたの体重かける 1g かける 1.5g とか、運動してる人は 2g とか、はい、だから最低限体重かける 1g、50kg の人は 50g、 60kg の人は 60g 取ること。そして野菜とか果物など栄養価の高い食材を積極的に摂取すること。で、先ほど言った鉄分とかビタミン類、もっと詳しく言うとビタミン B や亜鉛は髪の成長に欠かせない栄養素です。逆にダメな食事は糖分過多、もう甘いやつとか、そりゃそうか、塩分過多、くどいやつとか、そりゃそうか、そして高カロリー、そして高脂肪、アルコール過多。これ分かりました？これ薄毛予防をするイコール健康になるってことです。簡単に言ったら、まあそりゃそうですよね。薄毛の予防対策の食生活をしたら健康になれるんです。これ繋がってます。なので、まあ、糖質が多いやつとか脂肪が多い食事はやめてください。そしていい取るべき食べ物、高タンパク質です。大豆、魚、まあ、貝とか、まあ、魚介類だいぶいいです。そしてあと果物、野菜でいうと、緑黄緑野菜とか、あとはバナナとか、あとまあごまとかも栄養豊富なのでぜひ取ってください。3つ目、適切な頭皮ケアです。過度な洗髪はシャンプーですね。もうシャンプーのしすぎとかダメです。そして熱すぎるお湯のシャワーダメです。これは薄毛を進行させます。なぜかというと、シャンプーのしすぎは、脂質の取りすぎ、必要な油分まで取ってしまってカラカラになるんですよ、頭皮が。でカラカラになると皮脂を分泌せなあかんっていうので過剰摂取する。それをすると油がたくさん、逆に油が多くなるっていうと、そこで汚れが詰まったりして NG です。その油が酸化して匂いの元にもなります。はい、次、熱いお湯は同じことです。まあ他のやつもそうですよね。料理とかもそうですけど、熱を熱すれば熱するほど洗浄力で高くなるじゃないですか。水で洗い流すよりもお湯で洗い流した方が油とかも取れますよね。皿洗いとか、それと同じで頭皮も熱いお湯を使うと必要な油分まで熱すぎて溶かして流してしまうんですよ。なので優しくマッサージしながら適切な温度で洗うこと、まあ40度とかぐらいがちょうどいいです。はい、だって体温が37とか36とかなんで、はい、っていうことです。次、具体的な運動や不規則な生活習慣をやめること。はい、運動ですね。こちら運動になるんですけど、適切な運動っていうのは、まあ、週に30分以上の軽い運動を2回、これならできるんじゃないですか。だからウォーキングとかでもいいので、運動ゼロの人は絶対やめてください。健康衛生上もう絶対体に悪いので薄毛にも影響しています。そして次、最後に薄毛対策の補助、こちらはこちらですね、
育毛剤やサプリメントなどの製品を活用することで薄毛の進行を抑制する助け、はい、っていうのと、6個目の遺伝だから仕方ないにつながるんですけど、専門家にぜひ、相談してください。もうあの遺伝が7割なんですよ、薄毛っていうのは。なので、もう薄毛になってきているなという人は、今のさっき言った食事とか頭皮ケアとか運動とかで遅らせることはできるんですけど、それで生えてくるとかないので、あのぜひ専門家に行ってください。そして、専門家に行けない人はまずは育毛剤とかサプリメントとかで一回対応してみて、それでももうダメだっていう時は、専門の、医療クリニックなどに行ってください。まあ、一般的なストレスは年齢、ストレス、栄養不足がもうほとんど原因なので、もう年齢、遺伝、これは仕方ないことです。はい、ということで、今回は最後まで見ていただきありがとうございました。まとめます。薄毛の予防対策として、ストレスを管理すること、2つ目、食生活を整えること、4つ目、頭皮ケア、3つ目、頭皮ケアをすること、シャンプーのしすぎは NG ということ、4つ目、運動不足はやらないこと、ちゃんと運動をすることで、5つ目が、シャンプーのしすぎ NG っていうのと、6個目の AGA とか薄毛になってる人はもう仕方ないので専門家に行きましょうということで、今回は終わります。動画をご覧いただきありがとうございます。赤星は、南越前町、福井県の南越前町というところで、床屋を経営しております。ぜひご来店される方、まあ、男性の方中心に、営業しておりますので、ぜひ公式 LINE の方から予約してください。開業予定は7月頃を考えておりますので、ぜひ、公式 LINE 登録していただいて、まあ、他に頭皮の髪型とか頭皮とか、髪に関する相談も受けたたまっておりますので、ぜひ公式 LINE、登録して、事前予約して一度会いましょうということで、最後までご覧いただきありがとうございました。またお願いします。